旧本社。1986年春工株式会社津村は東京都港区赤坂に本社を置く漢方薬品メーカーである。1893年創業。2017年中華人民共和国の中国平安保険グループと資本業務提携中国平安保険が筆頭株主となる。コーポレートスローガンは自然と健康を科学するで。 かつての津村順天堂時代には漢方を科学するを名乗っていた。現在は会社ロゴのスペースに会社の専門を示す漢方の津村と表記。大和国に生まれた初代津村従者が上京し、日本橋に漢方薬局を開いたのが始まり、津村が故郷から受け継いだ飛躍をもとに改良され、創業と同時に婦人保険薬中条油を発売する。 その他にも1907年に胃腸薬ヘルプを発売する。1900年、中醤油を生成する過程で出るクズを従業員が持ち帰り風呂に入れたところ、夏の汗もが消え、冬には体がよく温まるという経験をヒントに薬油中醤油を発売する。さらに、これを改良、研究の結果を得てバスクリンとなる。1936年に改装。 当初の社名は株式会社、津村順天堂だったが、1988年10月1日に津村に変更する。なお、順天堂と名乗っていたが、順天堂大学やホームセンターの順天堂とは無関係である。1980年代に入ってからは、雑貨販売、美術品の輸入、販売、米国での日用品製造、販売、化粧品販売を展開するなど、 事業の多角化を進めていった。この多角化の一環として、富士災系グループが主催したサーカスの冠スポンサーとなり、つむらいリュージョンという名称で興行が行われた。これらの多角化事業はバブル景気の崩壊以降多くが赤字に転落し、経営を圧迫した。1995年に第一製薬から吉井純一が取締役として招聘され、 それまでの多角化した事業を集約し、医療用漢方製剤を中心とする事業へのシフトを行った。現在では、医療用漢方薬で日本国内シェアの8割以上を占める9月末現在。また、一般用医薬品の漢方部門でも暮らしへ、薬品などとシェアを加戦する。こうした改革が進行している1997年、創業者一族で、 元社長の津村明が総額70億円の不正債務保障により、商法の特別配任罪で逮捕、起訴され、一審、二審ともに有罪判決を受けている。入浴剤、バスクリン、シリーズ、ヘア、ケア商品、モーガシリーズをはじめとする家庭用品部門については、2006年10月より津村の100%子会社である津村ライフサイエンス株式会社に引き継がれた。 医療用漢方製剤、タイは、製品番号、識別コードの結番。製品番号、識別コードの一桁目の数字ごとに識別工場のための色が決められている。漢方製剤以外かつてアスタット、新フェーズ T28 条を扱っていたがそれぞれ、マルホ、可検製薬に譲渡した。アスタットの一般用は、第一三共ヘルスケアのウィンダムと、 全薬工業のゼスパートである。製造元は日本の薬である。漢方製剤漢方製剤以外その他、販売終了品現時点、テレビラジオにおける提供番組はない。以下過去に提供された番組、ありがとうございます。